上は綺麗なんですけど下が。沖縄は沖縄の問題のままで、いやかわいそうにって思うけどな、あよかったね、うちに基地なくてみたいなってことが終わってしまう、うん、ちゃんあんたの問題なんやっていうのをもっとリアルに感じるためにいろんなことを自分でできることやろうってするんだろうね。今ここでやこっちにある、まあ米軍基地とは関係ないことでもおかしいって思うことを自分の場所で声を上げていくっていうのは結果的に沖縄につながってるかもしれない。うん、そう。